野牛新影流の袋地内袋地内は、市内が考案される以前に、剣術の稽古に用いられていた道具の一種、刀、しおり、しながらなどとも、袋をつけず単に、市内、市内へとも言う。新影流では、上泉の仏が考案したと伝えられ、引き肌市内とも呼ぶ。現在も、新影流、歌詞は新刀流、真庭年流、小野配置刀流、 テラミ流など多くの剣術流派の稽古に用いられている。原尊の野牛深陰流は表面に赤漆を塗りつばがない独特な袋地内を用いる。原尊の直気深陰流でも袋、等という武道具を用いるが、これは一般的な袋地内とは異なり、つばを外した通常の市内に先端から全体の半分ほどの部分のみに皮袋を被せたものである。 なお江戸期の文献では、自家進化下流でも、一般的な袋地内を使っていたことが分かっている。多くの流派では、一本の竹をいくつかに割り、皮を被せて筒状に縫い合わせ、保護したもの。流派によって竹を割る数は四つ割り、八つ割り、先を多く割る、先竹を数本袋に詰める、剣道のしないように、数本の竹を中結したもの、など様々である。 長さは流派によって異なり、進化下流では、皮に赤漆を施して、表面の劣化を防ぎ、全長を三尺三寸と定め、縫い目を持って、刃と見立てる。非常に軽量であり、ビニールさんより、わずかに重い程度。それまでの木刀を使用した稽古では全て寸止め、仮当てではあったものの、一歩間違えば、大けが、死亡事故にも至りかねない危険があった。しかし、 袋地内を使用することで相手に本気で打ち込んでも、大きな怪我を負うことなく、稽古に臨むことができる。上泉信綱の弟子で、老いの引きた経験は、木刀を手にした相手と袋地内で立ち会い、連戦連勝した逸話があるが、その際に相手を失神させることもあったという。新加流は一部の形で木刀を用いる以外、ほとんど、 袋地内を利用した形稽古を現代に伝えている。また、マニワ年流では、木刀での形稽古に習熟した後、袋地内と独特の防御を用いた稽古を、現代も行っている。特に決まった手入れ法はない。長く稽古を繰り返すうちに、漆がぶちになり、打ち込む方向へ反りがついていく。漆を塗り直すことにより、長持ちさせることは可能である。 ありがとうございます。